プロ野球、新たに新ルールが追加。プロ野球の12球団オーナー会議が22日、都内で行われ、来季は前打者から次打者へ移る際に30秒ルールを設定することが発表された。議長を務めた西武、後藤オーナーは、MLB で導入された試合時間短縮策ですが、NPB は野球の魅力向上を目的として、まず打者間の30秒ルールの徹底を図る、きびきびとした試合の推進に取り組むこととなりました、と語った。今季 NPB では自打者が打席に入るまで平均 36.9 秒要したデータが出ており、 NPB 縫原事務局長はスピードアップをやりましょうという話の中でと30秒ルールを設定したと説明。今年は試合時間が平均3時間7分だったため、3時間を切るための方法だという。そうはならんやろ、なんで素直にピッチクロック導入しないんだよ。客が減らない間は基本今のままでいいんじゃないか。やっぱり NPB ってずれてるような。次回の WBC や五輪に向けてピッチクロックを少しでも早く導入しようって考えになるのが普通なのに。ピッチクロック導入で投手も打者もペナルティあり、試合進行も早くなるし、次回の国際大会に向けた対策もできるからいいんだろうが、1、2ヶ月くらいしたら忘れられてそう。まあ NPB は客動員するかやから、そこはアメリカとは違うからええやろ。ピッチャーがダラダラ撫でてたら意味ないじゃん。これでようやくテンポアップするんか。投手にもしっかり規制入れろ。 DH と故障者リストは作ってくれや。